はい、皆様こんにちは、おはようございます、そしてこんばんは。宮城県で弓を引いている49歳のおっさんです。皆さんお元気でしたでしょうか。今回の動画なんですけれども、撮影した日付がですね、11月25日でございます。この日はですね、練習に来られていた方が私を含め、2名でございましてね、7時頃になりましてね、過ぎた頃になりますと、まあ、お一方、お帰りになられましてね、おっさん一人ぽっちになってしまったものですから、お、これは撮影できる、チャンスだということで、撮影させていただいております。ですね、この動画のね、おっさんの今の状況を見ていただくと、まあちょっとわかるかもしれないんですけれども、この、時ですね、道場内の気温はおおよそ8度でございます。ですので、おっさんのけ、おっさんもね、稽古着の下に、これインナーっていうんですか、これをねがっちり着込んで練習しないとですね、もう寒くて寒くて、風邪をひいてしまうというそんな状況でございます。足ですね、足袋の下にも、足袋状のね形をした靴下ですね、これを、履いて、まあ、二重にしないとですね、こう練習してる最中に足が冷たくなってしまってですね、もう冷たいというより、もう痛い、痛いんですね。ですので、まあできるだけ温めてというか、その熱をね冷たくならないように、工夫して練習するしているっていう、そういうことでございます。ですね、11月、24日この動画を撮影する前の日なんですけれども、まあ、宮城県ではもうすでにね、来年の国スポ、今度の国スポは滋賀県なんですね。で、おさんはね、まずその滋賀に行く前には、まあいろんなところでね国スポを目指されている選手の方々いっぱいいるんですけれども、必ずねその地区のブロック大会っていうのがございますね。総合運動大会っていうんですか、ミニ国ってやつですね。そこに、出場して、そこで出場権を得ないとなりませんので、まずそこに向かってですね、出場権を得るために一生懸命頑張るということでね、練習されるわけなんですけれども、まあ、各都道府県ですね、その前にですね、そこに立つ選手に ならなきゃいけないんですね。そこに選ばれなきゃいけないわけでございますね。ちょっとね、宮城県は早いかなとは思うんですけれども、まあこの動画の、撮影する前日にですね、その選考会の第1回目が始まりました。結果はですね、まあまだね、初っ端なんで、まだまだこれからなんですけれども、まあおっさんの個人成績からですね言わせていただくと、まあ16射して、最初が2中3中、4中4中、で13中でしたね。これ金的の、成績でした。そしてね午後は遠的だったんですけれども、まあ遠的はね、おっさんこう何度も何度もまあ経験がありますんでね、そうですね、30点と34点、四ツ谷でね遠的で、30点超えると、まあまずまずっていうか、もうおっさんからするともう万々歳っていう感じの成績なんですけれどもね、まあ、そんな感じで、一次選考会は終わることができたんです。でもねやっぱりこう反省する点って、自分なりにね反省する点っていうのがやっぱりこう大きくありましてね、まずその緊張をするとね、誰でも緊張はするんですけれども、まあ、おっさんの場合はこう過度な緊張ですね。普段弾いてる射と
全く違う社になってしまうっていうかね、うん、その離れの感じとかね、全くその別人が引いているみたいなね、うん、自分でも自分の体じゃないみたいな感じにね、なってしまうっていう部分が、まあ、今回も、見られましてね、特にこう近敵でね、一番最初に、日中ですよ、うん、初夜を外し、その後丸と何とか入れられたものでしたけれども、その最後がまたこう上に吹っ飛ばしてしまったりとかしてね、うん、ちょっとこれ良くないなとまあまだまだ、これからなんですけども、ここのところをね、しっかりもう一回鍛え直して、うん、こう出場しないと本当にダメだなと、ね、自分なりにそう思っております。まだまだね、やっぱり難しいですね。普段通りにうまくいかないって皆さんもいっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、ね、普段の練習通り、射ができれば絶対にその僕上に行けるはずなのにってこうね、やっぱりこう皆さん思うんですよ、うん、だけどそれができないのはなんでだろうっていうことにね、まあそのうち絶対気づくわけなんですねこんなにいっぱい練習してるのになんで失敗しちゃうんだろうななんてね。でもね、あんまりそこね、深く考えすぎてはいけませんよ、うん、できないのは、できるようになるまでやり続けるっていうことをしていけば、途中でこう投げ出してね、やめたっていうふうにならなければ必ずその部分に対してですよ、自分のダメだなって思う部分に対して、何らかの効果っていうのは現れてきますんでね、例えば、今回は失敗した、でもそのちょっと後に成功した、じゃあまた成功できるかなと思ったらまた失敗したとかね、で失敗した時の気持ち、自分のその試合に臨んだ時の、まあ、心持ちっていうんですか、それと失敗する時はいつもこんな感じっていう、こうパターンができてくると思うんですね、うん、じゃあ自分はどういうふうにして試合に臨んでいけばいいのかなっていうのをこう探る、探求する、うん、でそういったところがこの弓道の精神鍛錬にもつながっていくし、もちろんね、普段の練習を自分に対して厳しくするっていうのも一つの手かもしれません、うん、ただそれがね、全員どんな人にでも合うかという部分に関してはこれはまだいささか謎なんですよ、うん、でなんで謎なのっていうと、人それぞれ、その性格とか考え方とか価値観とかっていうのはもう千差万別だからなんですね、うん、だから自分はこういうふうにしていったらいい成績につながりやすいというところをぜひ探求して、見つけていっていただければなと、うん、おさんはそういうふうにね思うわけでございます、ぜひ皆さんおさんと一緒に頑張ってまいりましょう。よし話は、変わりましてね、この冬場に向けての道場なんですけれども、今、おさんがこう弾いてるところが映ってます。そして道場が映ってますよね、11月27日がですね、休館日、この道場この施設の休館日になっているんですけれども、その日を境にですね、この車上のこの、境目っていうんですかね、うん、ここの矢の通り道のところに、防風カーテンっていうんですかね、こう武者窓カーテンっていうんですかね、うん、こうビニール製の、防風の壁というかそのカーテンがつくんですね、うん、ですんでもしかすると次のね、動画の機会に、その防風カーテンみたいなものが設置された状態の道場を使用しているところを撮影できるかも分かりません、うん、おさん自身もね、まだどんなカーテンがつくかっていうのは見たことがなくてですね非常にね、今、動画の編集をしながらね、
どんなカーテンつくんだろうってね、楽しみにしてるんですよ。うん。でもね、実は私、おっさんね、この防風カーテンっていうのがすごく苦手なんですよね。どうして苦手なのかっていうと、その、カーテンがあるじゃないですか。で、そこにこう矢を通すためのあの窓が開いているんですけれども、うん、その開いている、穴を矢が通っていくわけなんですけれどもね、うん、どうしてもこの目のピントっていうんですか、それがですね、このカーテンにどうしてもね、おっさん行ってしまうみたいなところがあってね、慣れるまでね、うん、でその的を狙っているんだけれども、なんかあのそのカーテンの方にピントが合ってしまって、なんかこうグワングワンしちゃうのね。こうピントが的に合ったり合わなかったりみたいな、そんな症状に、なったことがありまして、うわ、なんかあの最初慣れるまでね、ちょっと苦労するかなと、うん、それでもね、道場内がすごくね、今まで以上に、その寒くなるなんていうことはないということですので、少し、その点楽しみにしております、ね、今までは、まあ、去年ね、ここの使用させていただいている道場は、ですね、今年の春までですか、うん、使用ができませんでした。大規模改修工事のためにね、でもこの、大規模改修工事を終えたこの、道場ですね、ものすごくこう明るくなりましたしね、照明もすべてあの高高度 LED っていうんですか、それとあとこの的前を車上夜道、それを照らすね、スポットライトっていうんですか、それをまあ従来通りのね、ハルゲン灯とか水銀灯から、LED ですねの、こう高高度 LED のスポットライトですよね、うん、これになったことで、ものすごくね、こう的前が明るくなりましたし、本当にね、あの夜見ると、うん、まあ日中よりも明るいんじゃないかなっていう、そういう環境で練習させていただいているもんですから、本当にこの大規模改修工事ね、ありがたかったなと、うん、まあそれまでね、遠いところの道場に行って、まあ、練習せざるを得なかったっていうのを、まあそういうちょっとしたね、どうでもいいね、苦労はあったんですけれども、うん、本当にこの道場ね、戻ってきて素晴らしいなと、うん、良くなったなと感じておりましてね、それプラス、うん、この防寒対策っていうんですか、これがなされたらこの道場もっともっと良くなるんじゃないかなと、うん、ちょっと楽しみにしている、そんな次第でございます。皆さんところのね、道場ってどんな感じですかね。今はもうその高校生で、まあ弓道道場を持ってらっしゃる、うん、まあ学校なり大学なり、まあ、中学校なりもあると思うんですけれども、まあでもね、みんなどこ行っても寒さ対策ってね、大変だと思います。うん、だからといってね、寒いからって言って練習しないと、まあ、春ね、今度また試合がこう始まったりするわけじゃないですか、ね、シーズンオープンになるわけね、その時にまあ出遅れるっていうか、うん、やっぱこの寒い時期に、頑張って、うん、練習してた人たちが、まあ、花開くのかなと、そういった部分もあるしね、やっぱこうあの途切れなくね、コンスタントに練習していくっていうのが、まあ、大事なんじゃないかなと、うん、まあそれは一般論でね、おさもそう思います。ただ寒い時期の練習っていうのはですね、まあ気をつけなきゃならないことっていうのが、まあいくつかありましてね、まずはあのこうやって着込んだりしてね、風邪をひかないことですね。防寒対策をしっかりして、こう寒くてね、抵抗力が落ちてしまって、まあ、風邪をひくっていうことがよくございますね。風邪ひいたらそうですね、もう移しちゃダメだとか、まあ熱出て大変だとかね、この時期はインフルエンザも心配でございますので、
ぜひとも寒さ対策は忘れずに、そして、まあ、よりよく練習していただければなと思います。もちろん寒さ対策の、これも一環なんですけれども、手足がこう冷たくなってきますね。まあ足はねともかく、一旦置いておきましょう。で、手ですね、この手がかじかんできて、感覚がなくなってくるとですね、このつのみの働きとか、よりあと乾燥とかでですね、この指の回転力、この回転力が、まあ、いつもよりも弱くなってしまって、ちょっと危険な状況になる場合があるかなと思います。っていうのは耳を払ってみたりね、眼鏡飛ばしてしまったり顔を払ってしまったりとかね、腕ちょっとね手首払うぐらいだったらまだマシなんですけれどもね、厚着してらっしゃると思うしね、ただしこの手の内の状態ですね、この感覚がないような状態では、ぜひ、練習をなさらないようにですね、しっかりと手は温めて、大事な大事な手ですからね、じっくり温めてですね、感覚が戻ってから、練習をされるように、皆様方にはお願いいたしますね。私は大丈夫だね、今までもやってきてるっていう方はもうそのままで結構でございますね。そしてあと、足ですね、今ねおっさんも一生懸命こう寒い中ね練習してるんですけれども、まあちゃんとこうパッと見た目ではわからないと思うんですけれども、この足袋を履いた足ですね、これが本当に冷たいんですよ。そしてね、だいたい練習の上がり頃になってくるともうなんていうんですかね、こうちょっとこう寒い冷たいをこう通り越して痛いんですよもう。で雇いに行く時にこうサンダルね、こうゴム製のサンダルをこう履くんですけれども、それがねカッチカチに固まってて、それに足通すと痛い。そしてちょっとした砂利があるんですけれども、その砂利道をこう踏むとですね痛いんですよ。まあまだ感覚があるからねまだマシなんですけれども、なんかやっぱそういうのもね、少しその状態っていうのは、まあ、霜焼けになったりもね、する可能性ありますので、ぜひともよく温めてですね、冬場の練習は、まあ、夜数をちょっとね、抑えてでも、体のその、防寒対策と、温めるっていう作業ですね、ここを有意義にやっていただいて、その怪我なくね練習を進めていただければよろしいかな、皆さんにはお願いしたいなとそう思うところでございました。おっさんもね、今回24社連続で弾いてるんですけれども、まあ、途中でね12社ずつにすればよかったってね、ちょっと後悔しながら弾いてます。本当にね途中からこうまあ今ね遠巻きに、撮っているんでわからないと思うんですけれども、まあなんか鼻の下がね冷たいなと思ったら、なんと鼻水がねこうジダーッと出ててですね、うわーってね恥ずかしいとかって思いながらね、撮影を、しておりました。やっぱね、こうやってね連続で弾くのもいかがなものかというふうな感じですね。まあ今はまだいいですけれども、これから12月、1月とね、今度どん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 寒くなっていくわけでございますね。まあ武者窓がついてですね、どれぐらい、カーテンですね、防風カーテンがついてくれてどの程度暖かくなるかはまだ未知数ですけれども、やっぱ少しずつね、夜数をかけるにしても、まあ、ちょっとこう出たり入ったり体温めたりしながら、やっていかないとおさもダメだなと、そんな感じです。さて、車の方ですね、世間話ばっかりして申し訳ございません。
ここまでね、おそらく18社引いて今19社目っていう感じですね。うん、おさんね、恥ずかしいことに、ずいぶん前にですね、最初の方ですね、8社目か、なんかそこらあたりでこう12時にねカツンってねこれ抜いてるんですよね。でね、おさんね今編集中だから知っててねそういうこと言うんだけれども、ここまでね全部当たってると思って業者してるんですだからねもういや24社全開中、うん、ここ目指して頑張んなきゃなーなんてね、うん、こういう煩悩を抱えて弓引いてるんですよ、うん、まあね、あの表にはね、なかなかこういうなんてそういうのは出ませんけどね、うん、最後の最後まで、頑張って引くぞと思って、頑張っていきました。うん、そしてね、動画の最後の方なんですけれどもね、まあおまけ画像じゃないんですけれども、こう雇りをしに行ってね、本人はあ24社買い中かななんて思いながらねこう撮影してるんですけれども、うわーってね一本やっぱり抜いてたかみたいなねおっさん弱えなと思ってね、そんなことを考えながら、うん、またもっともっとね強くならなきゃいけないなと、うん、精神的にもね、もちろんあの社の技術的にもね、もっともっと改善して、もっともっと当たるように、うん、そしてもっともっと綺麗な社になるように、今後も頑張ってまいりたいと思います、ね、なかなか難しいですけれどもね。はい、そしてですね、今後のあのスケジュールですけれども、まず、12月入ってすぐにまたあのコクスポのね、選考会の、一次選考会の、まあ、第2回目がね、行われるんですね、うん、まずは、そこに向けてねしっかりあの調整をしまして、うん、そんなに時間はないですけれどもね、うん、まずはあの初っ端ね失敗したっていうことが前回ございましたので、そこをねなんとかできるように、うん、どんな感じでねどんな気持ちで立ちに入ればいいのかっていうのを、まあ、本当によく考えて、あの練習をしてまいりたいと思います。やっぱりねあの最初にね、立ち入るとき、うん、もちろんあの見込みなしなんで、もう巻きわらとかね素引きの調整のみで入るわけでございますから、うん、その中でね、その自分のその今日初めての社にその一番のそのベストパフォーマンスを出すためにはどうしたらいいんだろうなっていうことですよね。皆さんもね状況試合の前の状況ってとてもそのまたろっこしいっていうかね、いろんなことを考えたりする方も私みたいにね考えちゃう方もいっぱいいらっしゃるし、まあそんなことないよとね普通にしてればいいんだよっていう人もいらっしゃると思うし、うん、もう百戦錬磨のねもう敵中の鬼みたいなね形相の方もいらっしゃると思います、うん、そういう方にはちょっと私勝てねえなってこうねいつも思うんですけれども、まあ今後も一生懸命頑張って練習していきたいと思います。はい、これが今日の最後の社でございます、今回のね、動画が良かったよと思われた方は高評価、チャンネル登録がまだの方はまたよろしくお願いいたします。それでは皆さん次回の動画まで元気で、じゃあね。よいしょ、うん、いやあ一本外してるよ。あららららら。ああ十二時にカツンといったやつだね。そっか。入りまーす。結果こんな感じでした。これね。これ12時に行ったやつ1本外してますね。うん、あとは
入ったみたいですね。なんか悔しいけど、まあ仕方ないね。これがおっさんの弱いところだね。はあ、残念。